Come on!
つも君と痛いたいや、あの不死の病やの俺らまんまにバブルラを迷子君にもっともっと大事最愛の家の国僕の愛だわ綺麗でアナログなマジネをかけてみるまるで恋はないし思うようになれないし君と過ごした青春のジュリアナを取り戻せまた肉汁フェス、肉汁フェスはセミファイナルですけれども、はい、はい、ということでですね、我々ジュリアナのたたりはですね、ビートたけしさん命名のバンドで、エンタメ系のバンドなんですけども、普段はバンドで活動してるんですけども、はい、こういうところではですね、オケだけで出演したりとかしてるんですけども、我々のライブの醍醐味はあのね、これ MC すんのね、7年ぶりぐらいなんですよ、メインで MC すんの。我々のね、ライブの醍醐味はですね、あのみんなで踊ったりコールしたりとか、そういうのがね、醍醐味になってますんで、分かりやすく、初めての人も分かりやすく、ここにちっちゃくカンペが出てますから、はい、あのいつももうちょっと高く上がってるんですけど、今日ちょっと背の関係でちょっと低いですけど、あの見やすく、分かりやすくやってますんでね、一緒に体を動かしていけたらなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでね、そんなジュリアのおたたりですけれども、まあちょっとあの肉汁の選定の方行ってみましょうか、はい、さあ、ということでですね、今日もまあいろんな肉汁があるわけですけれども、まあ、これ食べたいな、食べてみたいな、ありますか、はいはい、矢島はもう決まってますよ、何ですか、はい、矢島は、麺屋アイシンさんのミックスホルモン焼き、間違いないでしょ、これぽいね、もう本当に、もう矢島にもね、ホルモンいっぱい詰まってますからねミックスホルモン焼きを食べてもっとホルモンを、ちょっと待って、ホルモンの数はみんな変わんない、ね、長さね、油は人より多いかもしれないけど、ホルモンの量は変わんないと、そうだよね、はい、カメラさんどうですか、あー決まってる、なんて言うと思う神の中華そばに決まってるでしょ、私神主なんですから、そうですよね、そうですね、そのカメラさんは普段はバンドやってるんですけども、あの、はい、実家が神社で神主の資格も持ってるということです、はい、あの年末年始は神主もやってますんでね、ぜひぜひ年末年始暇な方、大体暇だと思いますね、年末年始あの神社、菅野神社っていう埼玉の神社遊びに行ってください、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、ということで、そんな、今日もですね、たくさんの肉汁があって楽しみだなというわけですけども、まあそんなことよりも、そんなことって言ったからですね、そうですね、一番大事、それが一番大事です、大事ですね、それが一番大事ですが、はい、まあそれを横に置いといても、はい、それぐらい大事なことがまた一個あって、はい、我々本当にさっきルルがちょっと喋ってましたけど、5人組なんですね、5人組プラス一番弟子が2人なんですけれども、今日はですね、普段ここにいる2人が、MC の仕事で別の会場にいるということですね、はい、我々活動して9年になるんですけども、3人で出るのは2人以上いないっていうのは初めてです、ということですね、今日ここにいる皆さんは相当レアな瞬間に立ち会ってますから、しかもですよ、しかも一番弟子が、この立ち位置にいるというのは相当レアな回なんで、ぜひ脳裏に焼き付けていってください、よろしくお願いします、お願いします、ちょいちょい、こっち2人とかね、あの僕の MC とか、下手こきますけど、なんでかっていうと、これちょっと下手こいとかないと、いつもこっちにいるダンクっていうのがやみやすいんで、俺いなくても大丈夫じゃねえかってなっちゃいますから、さあわざと失敗してますから、我々は。OK ですか、はい、ということで、そんな感じで、皆さんもちょっとご愛嬌込みで、いつもこっちにいるレルがうるさいんですけども、その役は、まあ、ルルも同じぐらいうるさいですけど、2人本当はうるさいんですけども、さらに、それ1人足りないですから、皆さんの声が大事です、はい、はい、ということで、みんなと一緒にまだまだ盛り上がっていけますか、八代さん、やったー、もっともっと声を上げるのか、八代さん、やったー、全力で騒いでこれるか、八代さん、
の声を聞かせてください。無敵シュプレヒコール、Let's go!
すごいよね、うん、どうですか。私はびっくりしちゃった。今誰か誕生日なのかと思った今日一番はここのタイミングでつなぐのが、うんうん、あの2人の役目なわけですよ本来の、うん、本来の2人の役目なわけですよ、うん、あのいや、ね、ネルとダンクのね、うんうん、普段の、うんうん、その MC やってるわけですから、はい、だからそれいないっていうね、はい、この激レア、はい祭りだから皆さんよかったらレアハラミステーキ食べに行ってください。よろしくお願いします。よっしゃ。まあ今、はい、シスターから多分出せるって長いやつね。はいはい、ということですね、はいはい、ここからですね本来はバブリー革命1コーラスバージョンで行くはずだったんですけども、はい、PC の不調ということでですねフル尺で行きたいと思いますんで。あらまだまだ一緒に行けるかよしおとやったー。なんで止まったんだ八代さん。やったー。もっともっと行ってみよう八代さん。やったー。オーケーラストバブリー革命風降るね振りはしき君いつも僕らのレアルールやっぱり待たせてるからバン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 
秘密の際に悟れてる宇宙一切負けちゃうのだろう。
めて当たりでした。せーの、ありがとうございます。はい、というわけでそんなジュリアナのたたりですけれども、あーそうか、この後も俺喋るのか。はい、というわけでそんなジュリアナのたたりなんですけれども、この後ですね、無料のハイタッチ会があった後に、そちらでですね、ここ皆さん見えますね、皆さんから見て左手、こちらで我々グッズ販売を行いますんで、初めての方はですね、ジュリアナのたたりの、公式 LINE を登録していただくと、我々、ボーカル2人と、まあ、普段は僕ドラムなんですけども、ボーカル2人と、写真が無料で撮れます。そしてですね、全員社名というのがありまして、普段は、5000円かかるんですけども、新規の方に限りですね、1枚1000円で撮れますんで、ぜひぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。そして今日はですね、全員社名が、ダンクとネルがいないんで、そのままの2人が入りますから、かなりレアバージョンになってますね。ぜひぜひ、あの5000円払ってね、常連の方は5000円、普段は6000円かかりますからね、あと2人出されて、確かに、安いですから、1000円だけね、1000円だけ安いですから、はい、1000円安く取って、そこら辺で肉食べてください。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、ということでですね、まあ2人いない分もっともっといろいろ喋りたいことはたくさんあるんですけども、だいぶ押してるみたいなんで、終わりたいと思います。ということで、ありがとうございました。ジュリアナのたたりでした。せーの、バディー。ありがとうございます。外れねえじゃねえかお前。ありがとうございました。2部でまた会いましょう。あ、というかハイタッチ会ありますんでね、ぜひぜひこの後参加していってください。よろしくお願いします。